エイベックスマネジメント学園。今回の学園は5人組ダンス&ボーカルグループダイスのボーカル花村聡太が部長を務めるエイベックス納豆部。どうも、好きな納豆はおはよう納豆さんの超細かい刻み納豆の納豆部部長花村聡太です。どうも、さあ今回はですね、前回予告してた通り、たけし君に納豆の聖地の一つでもある茨城マルシェに調査に行ってもらっておりますので、その報告 VTR を見てみたいと思います。では VTR ネバーおっす好きな納豆は高野フーズさんのネバウマ、俳優のたけし直樹です。イエーイいやこんにちは花村さん、お久しぶりです。というわけでね、今日はね、部長の指令を受けて、なんと納豆の聖地の一つでもある茨城マルシェに来ております。花村部長の指令を受け、たけしがやってきたのは納豆の生産量日本一を誇る納豆県茨城のアンテナショップ茨城マルシェ。店内には納豆はもちろん、茨城県産の旬な商品や名産品が盛りだくさん。そんな茨城マルシェで行う今回のミッションは、ということでね、部長の指令でもあるね、茨城マルシェに来て、ある名物を食べたいと思いまして、この茨城マルシェのある名物と部長のお土産、まあこれはついででね。ついで、おい、ついで言うな。ということで、早速納豆の聖地茨城マルシェに潜入。あ、失礼します。あ、こんにちは、よろしくお願いします。中野と申します。いや、すごいですねこれ。これが全部茨城の物産が置いてあるんですか。取り揃えております。うわー、あ、見てくださいこれ、ネバール君関連。やっぱさすがですね、絶対置いてあるもんなんですね。これ納豆ローション、納豆石鹸と納豆ローションってありますけど。さらに店内で発見したのは納豆を使った化粧品。すごい、化粧水なんですけど。化粧水、化粧水使いたい。匂いとか粘りは一切ないです。でも納豆のエキスをふんだんに使ってるので、はい、通常の化粧水とかよりも保湿力が、はい、あ、部長もこのなんか水戸の納豆ローションみたいな、これつけた方がいいんじゃないですか。テスターなんてよかったらつけたい。ということで、たけし直樹が納豆ローションを体験。ちょっと部長、これちょっとすいません、ちょっと、うわっすごい、ちょっと部長ほら入れるやんこれほら全然納豆の匂いしない。あ、あ、これすごいあと、これ以上はお見苦しいので、皆さんお待ちかね、納豆コーナーへ潜入。あ、これこれすごくないですか。これ全部納豆ですよね。全部納豆です。え、こっからここまで全部納豆です。全部納豆です、ここまで。こんなに納豆あるんだ。そう、まだこれでも全部ではないので。そう、納豆生産量日本一の茨城県産納豆は実に多種多様な種類が、はい、こちら茨城マルシェの納豆売り場は、納豆好きにはたまらない、まさに聖地とも呼べる場所なんです。ちょっと、これなんですかこれ、塩切り納豆。そうです。これどういうことですかこれ。まあ、味がすでについてるんですけども、はい、で塩切りっていう名前も、納豆を混ぜる際に塩を振りながら切るように、はい、え、塩を振りながら、はい、切るように入れることから塩切り納豆。塩と納豆って合うんですか。少ししょっぱめではあるんですけども、はい、おつまみとか。いや、気になるわ。よかったらご試食していただいて、はい、いいんですか。実際に食べていただいた方が伝わると思いますので。ということで、塩切り納豆を試食。ぜひとも部長いただきます。このままね、一回このまま食べて。美味しそう、めっちゃ。あ、粘り気が結構ありますね。僕この粘り気結構好きです。このこうやってやってもほどけない感じの。うん、あ、これすごい。あのね、しょっぱい。
通すぎるよ。さらに納豆コーナーではこんなものも発見。これ見てください、これランキング。そう、こちらが茨城マルシェの納豆売上ランキング。中でも人気の納豆がランキングの半分を占めるそぼろ納豆。え、そぼろ納豆、そぼろがやっぱ人気なんですか。そうですね、やっぱり郷土料理の一つなので、はい、あのそぼろ納豆は特に人気ではあります。あ、そうなんだ。ということで、そぼろ納豆って、でも僕そぼろ納豆はやっぱ食べたことないんで、やっぱりなんか気になる。やらしいな。ダメか、いやダメだよな。いやでもやっぱ実際に食べていただかないと。いいんですか。ぜひ。ということで、人気のそぼろ納豆も試食。うわ、これそぼろ納豆ですか。そぼろ納豆です。煮干し大根が入っていて、もう醤油ベースの味付けがついてるんで。なるほど、美味しそう。これご飯にかけたら美味しいな。この切り干し大根のシャキシャキ感が納豆のこの柔らかさと絶妙なマッチを表してますね。逆になんか豆腐とかに乗せて、なんかもうそれだけで一品の料理になりそうなぐらい美味しいです。うわ、さらにランキング1位のブナ納豆も試食。これも一応競技納豆の一つなんで。あ、俺食べたわ。松の皮に包まれてるんで、松の皮、はい、香りが楽しめるんです。なるほど、はい、お待たせしました。こちらが船納豆でございます。うわー、はい、すごい。専用のタレがあるんで。専用のタレがあるんですね。あのそれぞれの船納豆に専用のタレがある。全部違うんですね。全部違う。なるほど。じゃあ部長、何、え、食べてーな。食べてー。なんか聞こえますけど。食べてー。食べてー。食べてー。しょうがないですね。一口だけっすよ部長。はい、あーあげない。もうチェンジチェンジ、もう勇気勇気と、納豆の生産量日本一を誇る納豆県茨城の個性豊かな納豆を堪能したところで、早速本題に。ところで、はい、茨城マルシェの納豆を使ったあの名物なんですけども、はい、ここの棚にはないんですね。そうですね、ちょっと、隣が、はい、レストランスペースになってます。1個1個になってますので。あ、はい、あ、そちらでお召し上がりいただければ。なんと、はい、そうか。じゃあ早速と思ったんですが、見て、時間がないんです。時間ついてないやというわけで、これは次回にさせていただきます。次回、あの名物を食べる、お楽しみに。なんなんこの子。いやー、いいですね。やっぱ聖地ですね、納豆の。そんな中、一つだけすっげー、まあ、うん、皆さんももうね、お気づきかとは思いますけども、あの、たけし君のキャラ変わりすぎて、次回から絡みたくありません。勇気がいてくれたら、かろうじてなんとかしてくれるかなと思っていますので、次は、2人での共演は NG ということでさせていただきます。次回の ABEX マネジメント学園は、おーい、どうも。納豆部にイケメン集団が乱入、はい、やばい、なにこれ、うわすげえ、めっちゃ納豆入ってる。納豆の聖地、茨城マルシェの名物料理とは。うわ、うまそう。これはやばい。お楽しみに。